こうか。ガーテン。入れ替わる。おりゃ。ただいま。なんで？で、当てちゃったの？石山商店街福引き。ぐっちゃん。あ、はい。カモン高行き。どういうことなの。そこにいるのはヒルダさん。人間界の温泉も悪くない。家族と来られるのはいいな。ボッチャマが生まれる前から私はボッチャマに仕えることが定められていた。まあ無事育っちゃって人間界滅ぼされても困るんだけどな。少しのぼせた。出る。ボッチャマを頼むぞ。ヒールだった。石山復活。そんな早く建設できるもんなの？妙にでかいし、なんかうさんくさいのよね。小賀辰巳という男を探している。どこじゃ。あ、全然違います。いやいや、小賀辰巳じゃろ。あ、やべ、うちに忘れてきたか。おい。やれやれ、見失ってしもうたわ。まさかてめえが来るとはな。いやいや、今日は挨拶に来ただけじゃ。挨拶と言ったの。はい、ごめんね君たち。ちょっとどいててください。せっかちなジジイどもが。ついに来たか。おい、何が。静かにしろ。学校を作った。炎王坊ちゃまのための学校じゃ。起立。礼。着席。おお、おっさん、笑ってないで座んなよ。今のアギエルって子もコートの中ビキニだし、なんだこのクラスは。まともな子がいないじゃないか。いや、せっかく見つけた再就職先だ。ここで踏ん張らないと母ちゃんに。あれ、炎王くん。炎王様。はい。ネズミが入り込んだかな。どうするよ。人の気配がねえうちに中を見てやろうと思ってな。なんかちょっとお化け屋敷みたいでドキドキするっすね。中もすげえな。天井高っ。殺してもいいよね。間一髪間に合ったわね。葵姉さん。なんだなんだ、お嬢ちゃん一人で相手するつもりかい。何かいるぞ。準備はいい。最初から全力で行くわよ。珍しいものを買ってるね、お嬢ちゃん。悪魔の学園とか言ったわね。他の団員たちが来るまでここの管理を任されているだけさ。他の団員。
タツミ。てめえがベヘモットかよ。アニエル。おう、やるか。ブラッディグレイム。魔装絢爛花吹雪。おろりはないわよ。なんだこいつら。が、わしも年じゃ。引退して大将はそいつに任せておる。女は殺しはせん。しばらく預かるだけだ。期待しないで待ってるよ。離せっつってんだろ。ゆえに彼らは私か坊ちゃまの言うことしか聞きません。返してほしくばよと勝負しろと。勝負？勝手なこと言ってんじゃねえよ。ゼブルエンブレム三連射。もっと飲め。悪いが今日はずらからせてもらうぜ。六連射。貴様はこの人間界でたった一人の父親だ。スーパーコロッケタイム。下がってろ。よせ愚か者。だったら信じろ。おがー泣くな国枝。言えばこの河原で小川ベルちゃんと出会ったって言ってたわよね。転送。人間滅ぼすのやめる。そうだ、大魔王様はこうおっしゃった。人間滅ぼすのやめた。カラオケ行こう。というわけだ。ベルボー、魔界に帰るんじゃないか。これでよかったのだ。何？魔界に帰る？ああ、あんたには一応言っとく。じゃあまあ、いっちょ派手にお別れパーティーでもやるか。小川さん、お帰りですか？キャラのベリコミパンチ！ベルボー、魔界に帰ることになった。魔界に帰る？ボッチャマが行方不明になられた。姫川、またお前か。俺じゃねえよ。お前ら、悪いけど探してくんねえか。こえはいよ、揚げたてげんこつコロッケ。モモ、ベルボー。だが、今日だけは許す。泣け、ベルボー。ベルちゃんにちゃんとお別れを言いたいのはコウタだけじゃないわ。すまんな夜だ。じゃあな、ベルボー。さあ、ボッチャマ。そうだ。転送。
あわよベルボー。